そういえばめちゃめちゃ細かい知識、案外焦るとみんながミスりがちな行為、今の細かいところで言ったの分かりますか。このApexって武器のリロード中にカスタム変えるとリロードがリセットされるっていう仕様があって、だからリロードの弾が増えてから本当はカスタムの付け替えしないといけないんだけど、さっきの PT とかね、リロードしながら均等倍をつけるんじゃなくて、リロードが終わったタイミングで均等倍をつけるとガチャ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 しなくて済むよっていう。で、漁夫とか来る時とかはね、割と気をつけた方がいい、プレイ中に。豆知識その2、披露する場所あるかな。これも多分聞いたらああ知ってるなってなるけど、案外プレイ中意識できていない。武器がこう落ちてるわけじゃん、落ちてますと。これの拾う順番の正解例を答えろって話なんだけど、これもう明確な正解があって、これね、順番がこうなんですよ。ちなみに弾とヘビー拡張は実際どうでもいいんだ、どっちでもいいんだけど、この武器本体を最後に拾わないといけないっていうあれがあって、これアタッチメントと弾持った状態で武器拾うと28発入ってるでしょ、右下で。これ武器持ってから拾うと20発なんですよ。予備弾薬プラスアタッチメントがカバンの中にある場合、自動的に拡張が装備された状態かつリロードが済んだ状態で武器が拾われるので、これも多分知ってる人は多いと思うけど、案外実践中、特に初動とか焦ってるとできない人、できてないこと多いんじゃない、結構。あ、やべ、リロードしなきゃみたいな。あとこれ最後の目視なんですけど、弾を当てると人が死ぬっていう豆知識があって、こいつ這い上がる。ぜひ皆さん敵に弾を当ててみてください。敵が死にます。こんな感じでな、うわー、あ、やった。もうハキルのガバさがすごいんじゃ。ごめん、忘れた、1個忘れたわ。弾当てられると死ぬっていう豆知識もあるんでした。え、殴りながら武器チェンってできんの、何それ。あとで試してみるか。ああ、殴りながら武器チェンでも普通にできるんだ、確かに。ほんとだ。あれ、これ案外僕意識してないかもな。普通に知らなかったかも。割といつも殴って持ち替えてるかもな。あー、これ結構大事かも。え、変えてんのかな、わかんない。でも意識してはやってないな。無意識でやってるかやってないかだな僕。あ、じゃあクソどうでもいい、ヘビーヤモがどうしても欲しい時にできる小技、こうすることによりもともと入ってる18だか20が吐き出されてヘビーヤモが増えるっていう、多分唯一弾抜ける武器じゃないかな、カーが。ヘビーヤモどうしても欲しくて、でもすでに目の前にあるカーとかがもうなんかもう横に湧いてた弾が漁られてる時あるじゃん。その時はライターもちょっとだけ持ってれば、ライターもないといけないんだけど、ライターもがちょっとでもあれば抜き出せる。ちなみに深いところマジでない、知識としては持ってるけど、多分僕実戦でやったことないかもしれない。